ヘンリー・ハレック、ヘンリー・ウェイガー、ハレック、ヘンリー・ウェイジャー・ハリック、1815年1月16日から1872年1月9日は、アメリカ陸軍の士官であり、学者、法律家である、軍事研究で著名な専門家であるハレックは、軽蔑的なオールド・ブレーンズ、古い脳というあだ名で呼ばれた。カリフォルニア州の州省格では、中心人物となり、 成功した法律家及び土地開発者となった。南北戦争の初期、西部戦線で北軍の上級指揮官となり、続いて全北軍の総司令官を約2年間務めた。西部戦線では、ハレックの部下だったユリシーズ・グラント大将の戦場での勝利がハレックの経歴を上げることに貢献し、1864年から戦争の残り期間、グラントがハレックに代わって、 総司令官に就したときは、ハレックが陸軍の参謀総長に昇進した。ハレックは戦闘の十分な準備と素早く攻撃的な行動に対する防御的要塞化の価値を強く信じる慎重な将軍だった。軍隊の階層の頂点にあるものとして、管理、兵団及び政治を実質していたが、ワシントン DC での役職から野戦を効果的に統制することは、 ほとんどできなかった。エイブラハムリンカーン大統領を図って、ハレックのことを一級の事務官以上のものではないと表現したことがあった。ハレックはニューヨーク州オナイダ軍、ウエスタンビルの農家で、ジョセフ・ハレックの十四人の子供のうち三人目として生まれた。父は米英戦争で中尉として従軍した。母はキャサリン・ウィーガー・ハレックだった。若い時のハレックは、 農業の人生という考えをひどく嫌い、早期に家を逃げ出して、ユーティカのオジデイビッド・ウェイガーに育てられた。ハドソン・アカデミーとユニオン・カレッジで学び、続いて、陸軍士官学校に入った。軍事理論家のデニス・ハート・マハンのお気に入りとなり、士官候補生の時に授業をすることを許された。1839年に、同期生31人のうち3番目で卒業し、公平少尉となった。 ワシントン DC の公平局で助手として任官され、ニューヨーク港防衛度改善に数年間を過ごした後、合衆国上院にあてて、海岸防衛に関する報告書、国家防衛手段に関する報告書を書き、このことが、ウィンフィールド、スコット将軍を喜ばせて、その褒美に2844年にヨーロッパに行かせて、要塞やランスの軍隊について研究させた。 注意として母国に戻ったハレックは、ボストンのローウェルインスティチュートで12回シリーズの講義を行い、この内容を1846年に軍事学と科学の要素として出版した。ハレックの著作はアメリカ軍事専門家の初めての表現として、その仲間によく受け入れられ、来るべき南北戦争で士官たちに使われる戦術を定義するものの一つと考えられた。 その学術研究で後に、軽蔑的に、オールド・ブレーンズというあだ名をもらうことになった。米国戦争の時、ハレックはカリフォルニアでの任務を割り付けられた。ウィリアム・シャブリック海軍大将の副官として、ケープ・ホーンを回って、アセス・レキシントンを開港する七ヶ月の旅の間に、アンリ・ジョミニの著作、ナポレオンの政治と軍事を翻訳し、その学者としての評価を高めることになった。 カリフォルニアでは、要塞作りに数ヶ月を費やし、続いて1847年11月11日、シャブリックがマサトラン港を占領した時に、初めて戦闘に参加した。ハレクは占領した都市の副知事を務めた。このカリフォルニアとメキシコでの勇敢で賞賛に値する執務に対し、1847年にタイへ名誉昇進した。 1853年7月1日には、正規軍の大員に昇進した。その後、北方に転出し、カリフォルニア巡州の総督、バネット・ライリー将軍の下で使え、間もなく州の軍事長官に指名され、その肩書きでカリフォルニア州憲法を起草するモントレー会議に出し、憲法の主要な寄稿者の一人となった。カリフォルニア州軍事博物館には、ハレックが会議に出席し、 彼が他の誰よりも課題に対する学術的考え方を持っており、ライリー将軍が新憲法を形作ることを助けるよう指示したので、貴重な知能になったと書かれている。ハレックは新しい州で二人のアメリカ合衆国上院議員の一人になる要会議中に候補指名されたが投票の結果は3位に甘んじた。その政治的活動の間に、 サンフランシスコの法律会社、ハレック・ピーチービリングズに加わる時間ができ、これが大きく成功して、1854年には陸軍から退役した。翌年、アレクサンダー・ハミルトンの孫娘、エリザベス・ハミルトンと結婚した。1856年に、一人息子、ヘンリー・ウィーガー・ハレック・ジュニアが生まれた。ハレックは法律家。 土地等規化として不要なものとなり、また、カリフォルニアアナの著名な収集家になった。カリフォルニアのスペイン選挙団と植民地化に関する公式資料を数千ページもめ、原本は1906年のサンフランシスコ地震と対価で失われたが、うち市がカリフォルニア大学のバンクロフィト図書館に保存されている。サンフランシスコでは最初の大火建築である。 モンゴメリーブロックを建設し、弁護士、実業家、そして後には、市のボヘミアン作家や新聞社の本拠となった。サンのゼのアルマデンクイックシルバー水銀会社の取締役となり、アトランティックパシフィック鉄道の社長、モントレーの建設者及び、マリン軍のランチョニカシオに3万英家の土地所有者となった。しかしハレックは、軍事的な事項にも関わり続け、 1860年までにカリフォルニア民兵隊の少将になった。南北戦争が始まった時、ハレックは名目上民主党員であり、南部に対する同調者だったが、合衆国の価値を強く信じてもいた。軍事学者としての評判とウィンフィールド・スコットからの熱心な推薦もあって1861年8月19日付で正規軍の少将に任官され、 陸軍でも4番目の上級将軍となったスコット・ジョージ・マクレラン及びジョン・シー・フレモントに次ぐミズーリ方面軍指揮官を任され11月9日にはセントルイスでフレモントと交代しその管理能力で前任者が残した疑瞞と無秩序の混乱状態を素早く整理したハレックはその指揮権を広げいかなる非難も自分には降りかからないようにするという2つの 目標のために働いた。歴史家のケンドールゴットは、方面軍指揮官都市のハレックを次のように表現した。ハレックは部下の中で最も成功しそうであり、将来の指揮官となるようなもの、例えばユリシーズ・グラントとの関係は不快なものになった。高戦的なグラントは小規模だが、流血の多いベルモンとの戦いで功績を上げたばかりであり、テネシー側やカンバーランド側で、 水陸共同の待望ある作戦を描いていた。ハレックは、性格上慎重な将軍だったが、クラントの戦前の酒癖という評判で、信用できないとも判断し、クラントの作戦を拒否した。しかし、リンカーン大統領から攻勢を取れという圧力もあり、ハレックが再考してクラントは1862年2月に、海軍と共に、ヘンリートリデとドネルソントリデに対する作戦を、 観光し、1万4000名の南軍病と共に、両砦を占領した。グラントは、国民的英雄となり、南北戦争でも最初の意義ある北軍の勝利の、知らせを配信した。ハレックは、グラントのために志願兵の少将への勝利を獲得し、その方面軍の他の将軍にも、同様にした。またこの勝利を、その時ドンカルロスビルエルと分け合っていた。 西部戦線での指揮を全体掌握したいと申し出たが、これは認められなかった。グラントがビューエルとナッシュビルで会った後に、グラントの酒癖がぶり返したという噂をもとに、指揮官から解任したが、リンカーンや陸軍省からの圧力もあって、その決定を取り消した。ハレックはグラントを復職させることの説明で、不公平を正すための自分の努力を強調したが、その不公平が、 自分から出たとは言わなかった。それでもハレックは、グラントの部下の一人をテネシー川を下る、次の作戦に起用し、リンカーン自らの干渉で再びグラントに葬式を取らせるよう依頼れた。グラントがあなたと私自身の間に敵がいるに違いないと書き送ったとき、ハレックはあなたは間違っている。あなたと私の間には敵はいないと答えた。 ハレックの方面軍は1862年初期も調子が良く南軍をミズーリ州から追い出してアーカンソー州に前進した。西テネシーをすべてと中央テネシーの半分を支配した。グラントはこの頃も自分の背後で行われている政治的捜査に気づいておらず、ハレックを時代の最大のものの一人とみなし、ウィリアム・シャーマン少将はハレックのことをその前の数ヶ月で 恐るべき紅葉を北軍側にもたらした出来事の指揮する天才と表現していた。この成果はハレックの戦略、管理技術、及び資源のうまい管理に介せられ、またその部下たちの素晴らしい功績とされた。すなわちピーリッジの戦いでのサミュエル・アルカーティス少将、及びアイランドナンバー10の戦いでのジョンポーップ少将だった。軍事歴史家たちはこれらの勝利を得るために、 ハレックが果たした個人的な役割については同意していない。ある者は方面軍の全体指揮をもとにハレックの功績としているが、他の者は特に後の自称というメガネを通してその経歴を見ており、その部下たちが第一の要素だと考えている。1862年3月11日、ハレックの指揮権はオハイオ州とカンザス州、さらにビューエルのオハイオ軍を含むまでに拡大され、 名称をミシシッピ方面軍とされた。グラントのテネシー軍は4月6日のシャイローの戦いで攻撃を受け、4月7日のビューエルの助けもあって、南軍アルバート・ジョンストン将軍と PGT、ボーリガード将軍の軍隊を撃退したが、大きな損失を出した。シャイローの虐殺を大衆が抗議したことで、ハレックはグラントをその副司令官にしたが、これは、 実質的に責任のない職であり、一方ハレックは自身初めて戦場で大軍団の指揮を取った。コリンスの包囲戦と呼ばれるコリンスのボーリガード軍に対する戦闘を指揮したが、これはハレック軍がボーリガード軍の2倍の戦力があったからであり、慎重に移動して毎日のように停止し入念な防災を作っていった。ボーリガード軍は結局戦わずにコリンスを放棄した。 バージニア州での半島方面作戦が失敗した。後で、リンカーン大統領は1862年7月23日付で、ハレックが東部に移動し、全北軍の司令官になるよう承知した。リンカーンはハレックが部下の将軍たちを刺激して、戦争の前戦線,線でより連携が取れ、攻撃的な行動を取らせるようにすることを期待したが、すぐに失望して、彼について、 一級の事務官以上のものではないとコメントした。グラントはハレックに代わって西部の軍隊の大半を指揮したがビューエルのオハイオ軍は外されビューエルはグラントの同格者であるハレックに直接報告した。ハレックはグラント軍からいくつかの師団をビューエルに移し始め四個師団が移ってグラント軍には四万六千名が残された。ワシントンでハレックは 管理的な問題に引い出た状態を続け、訓練、武器の装備及び広大な地域への何千もの兵士の配置を進めた。しかし、野戦の指揮官として、また大きな戦略家としては成功しなかった。その冷静で、不快な性格は部下から阻害された。ある観察者は、彼のことを冷静で、計算高い袋を、もったいぶった人と表現した。歴史家のスティーブン・イーウッドワースは、 彼の高い額の重々しい道具の下で、彼に話しかけるものを魚目で凝視し、答えを出す前に長く実行し、同時に、その漢中両肘をすり、ある観察者によれば、彼が持っていると評判の大きな知性はその両肘に、あるに違いないと皮肉を言わせることになったと書いた。この気質で北軍の記者団にも不人気になり、しばしば批判された。ハレックは、軍人というよりも官僚であり、 その野戦指揮官たちを統制するでもなく、指示も与えられなかった。ジョージ・マクレラン、ジョン・ポープ及びアンブローズ・バーアンサイドのような、強な個性の持ち主はいつも彼の助言や指示を無視した。彼の統制力の無差を示す例として、1862年の北バージニア方面作戦の時に、マクレランにタイミングよく、ポープ軍を支援させる。 動機づけがきず、第二次ブルランの戦いでの北軍敗北の原因を作った。ハレックが信用を落としたのはこの出来事からだった。リンカーンはハレックに総司令官としての全権限と責任を与えると言った。彼はポープの敗北までその考え方で走ったが、それ以来可能ならば、いつでも責任を逃れようとした。ハレックの防衛のために、ハレックが選ばなかった。 東部戦線の部下の指揮官は、ロバート・イーリー将軍と北バージニア軍に立ち向かうことを躊躇した。西部戦線の将軍たちの多くも、グラントを除いて攻撃的ではなかった。リンカーンがハレックに総司令官としての全権限を与えたにもかかわらず、ハレックも陸軍長官のエドウィン・スタントンもの軍事戦略に関する多くの事項について細かな管理しか行わなかった。 ハレックはシャーマンにあてて、私は単純に陸軍長官と大統領の軍事助言者であり、彼らが決めたことに私が同意しようとしまいと従い実行しなければならない。良き軍人として私は上官の命令に従う。もし私が彼らに不同意ならばそう言うが、彼らが決断したとき、その決断を誠実に実行するのが私の義務だと書いた。 1864年3月12日、西部戦線でハレックの部下であったユリシーズ・グラントが中将に昇進し総司令官になった時、ハレックはアメリカ陸軍全体を管理する責任のある参謀総長に格下げされた。グラントと陸軍局はハレックを優しく降格させる特別の気遣いを示した。その命令書には、ハレックが自らの申し入れ総司令官から解任されたと、 書かれていた。戦場に攻撃的な将軍が立ったので、ハレックの管理能力はグラントをうまく補い、彼らは連携よく働くことができた。1864年の難儀が、オーバーランド方面作戦と、リッチモンド・ピーターズバーグ面作戦の時を通じて、グラントが適度に補給され、武器を与えられ、また南軍を疲弊させる規模で補強される面倒を見た。 南部経済との総力戦の実行について、グラントやシャーマンに同意し、シャーマンの海への進軍や、フィリップ・シェリダン少将のセナンド渓谷の破壊について承認した。グラント、シャーマン及び、シェリダンと共に、ハレックは近代戦の父の一人ともみなされている。グラントがリーをアポマトックスコートハウスで降伏させた後に、ハレックは、 リッチモンドに本部があるジェームズの軍事蓄積機関を任された。リンカーンの葬儀では、棺の担ぎ役を務めた。シャーマンが元南軍の者に対して、寛大な傾向があることについて、シャーマンと喧嘩し、その友情をなくした。1865年8月、カリフォルニアの太平洋師団に転属となり、1869年3月まで、基本的に軍属を離れていたが、 ケンタッキー州、ルイビルに本部を奥南部市団指揮官に任官された。ハレックはルイビルに不妊中に死んだ。ニューヨーク市ブルックリンクのグリーンウッド墓地に埋葬され、サンフランシスコの通りの名前やゴールデンゲート公園の銅像で記念されている。後世に解雇録を残さず、明らかに私的な手紙や備忘録は処分した。死んだ時の資産は、 賞味47万4773ドルだった。未亡人のエリザベスは1875年にジョージ・ワシントン・カラムと再婚した。カラムは西部戦線におけるハレックの参謀長であり、ワシントンでも部下だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。